ターゲティングターゲティングって全くもってビジネスをやる上で意味がない。すべてのしっかりと伸びる企業っていうのは自分たちのポジショニングをしっかり取ってるわけ。絵本見してやるよ。いや今のなんかカットできねえじゃん。カットしたの。わかる。参りました。今日もですね、はい、後ろに実はこれ200人ぐらいいるわけですけども、100人ぐらいがすぐ盛るから。いや、はい、今日はですね、はい、実は京都に来ておりまして、いやめっちゃいい、京都でも100人ぐらいの前で、うん、アスキミーを生アスキミーですね。緊張しますね。緊張はしないけどムカつくよね。なんで。やりづらいよな。見づらいんで。見づらいか。はいはい、やっていきたいと思いますけども、はいはい、今日はですね、タイ君、いろんな人がね、うん、多分この中にもいろんな人がね、自分で将来的には起業して経営をしたいとかね、はい、そういう人いっぱいいると思うんですけども、ね、まずは経営っていうのはやっぱり勝負なわけですよ、うん、なんだかんで言っても、うん、ね、例えば A の美容院があって、うん、ね、その近くに B の美容院ができたと、これはもう勝負なわけですよ、うん、はいはいはい、ただ絶対に経営でやっちゃいけないことってなんて言ってます僕。わからないですか。借金ちゃうわお前。一番やっちゃいけないことは、勝負をするという勝負をしちゃいけないってことですよ。経営っていうのはですよ、絶対に勝負をしちゃいけないんです。勝負だと言いながらも勝負をしちゃいけない。何言ってんの。いや何言ってんのでしょ、これが重要なんですよ。例えばあなたね、 Google って、あの天下の Google さん、はいはい、あの Google さんはさね、競合ってどこだと思うってね、うん、言ったら Google って言ったら何企業。 Google は検索機能、検索機能だったりとか、うん、テクノロジー会社とか ね検索サーチエンジンで素晴らしいね、うん、テック会社みたいなこと言われてますけども、はいはいはい、Google っていうのは何ですかって言ったらただの広告会社なの。わかります、はいはいはい、収益の 9割近くが広告収入ですから、うん、当たり前に広告収入だよね、うん、別にテクノロジー会社でもないわけですよ、はいはい、でも、うん、ね、それを広告会社っていうと他の広告媒体と一緒になっちゃうでしょ、はいはいはい、だから自社のことを広告会社と言わずに、ね、テレビ CM とかも、うん、ね、あのテック系企業を装うわけですよ、うん、ちょっと逃げてんだ。ちょっとそう競合を作らないようにうまいことやってんだね。でも全てのしっかりと伸びる企業っていうのは、あの自分たちのポジショニングをしっかり取ってるわけ、はいはいはい、だから今回の3つですよ、うん、まず1つ目ポジショニングです。これがあれば絶対経営で負けない、うん、というか勝負をしなくて済むということです、はい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 、これめちゃめちゃ大事ですから、うん、まあ、ポジショニング、 ポジショニングで2つ目はターゲットですよ、ターゲットね、で3つ目はパーシステントというものですね。これ PTP と言われる、うん、絶対的に落とせない3つの戦略です、はい、でうちも必ずこれをやってます、うん、はい、でまずポジショニングですね、うん、じゃあ例えば佐々木くんね、美容院 のなんかオーナーだとして、はい、ね、いろん なんか美容院出店するとして、やった、ね、どう何を考えるかっていうと、どういうふうに、ね、価格付けをやろう、どういうふうにマーケティングやろう、どういうふうに経営をしよう、うん、どんな商品を言おう、ね、何を売ろうみたいなね、はい、どんなメニューを作ろうみたいな、うん、そういうふうな What と How みたいなことをずっと考えるわけですよ ね、うん、まあ、ね、何を追加しようかなとか、それはそういうものじゃなくて、一番重要なのっていうのは、うん、どこウェアの部分なんですよ。どこで戦うかってことなんですよこれ、うん、ね、あのよく砂漠の水で俺例えるでしょ、ね、はいはいはい、例えば東京の中に砂漠のね、あの水、コップ一杯の水、うん、ね、ペットボトル1個の水ですよ、いくらで売ってる、うん、東京の中だったら、まあ、100円とか100円ぐらいだよね、うん、じゃあ砂漠の中にもうね、喉がカラカラで、あのペットボトル1杯の水があったらいくらで売る。1億円でも買うやついるんじゃない、まあ、まあ だ, なだから結局はですよ、うん、結局はね、何を作ろうとかどんなサービスを売ろうとかそんなことを考える前に、どこで戦おうっていうポジショニング、はいはいはい、自社のポジショニング、自分のサービスとか商品のポジショニングをしっかりと取ること、うん、ね、そのポジショニングっていうのはどこっていうのは、どなんか東京とか渋谷とかそういう話ではなくて、はい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 、市場のどこで戦おうってことですよ、はい、じゃ例えばですよ、はい、例えばね、あのうちのメンバー、例えばイケメンがいるよね、カズ君だってイケメンだし、あなただってイケメンだし、ね、いっぱいいるもんな、いっぱいイケメンいるけどお前はちゃうな、なんでよイケメン枠だよ、イケメンはいます、はいはい、じゃあ隣に何これ億万長者がいますと、いやいや養子じゃないよ。そんなずるいやろ自分だけ。普通に考えてみね、じゃあ金持ちがいて、はい、ね、イケメンがいて、じゃあ詐欺君合コンやってるとしましょうよ、ね、何で戦うあなた、いや自分が金持ちぶって勝てる、イケメンぶってって勝てる、勝てないよね、床舐めますよ、床舐めますか。そうですよ、それしかねえんだもん、そういうことだよな、なんでだよな、金くれよ。いや違う、何かだよあなた、戦うものは何かってことだから、はい、ここで今もう美容院と同じやん、うん、A も B もいるってことは、はいはい、じゃあここで戦っちゃいけない、イケメンで戦っちゃいけない、お金で戦っちゃいけないわけですよ。じゃあ何で戦うかっていうと、市場を区切った時に、うん、まだ空いてる市場があるじゃないですか、あなたのね、USP ですよ、あなたの USP、 はい、
お金ないキャラ。ないキャラじゃないよ、牛島くんのキャラじゃないよ。一番、まあ、ちょっと明るい感じね。そう、面白さですよ、はいはいはい、盛り上げさですよ、うん、もうそこで戦う以外戦い場所がないんですよ。これしかないや俺。これしかないんですよ。わかります。お願い。だからいやでも例えばですよ、一番いい例で言うと、うん、で美容院市場ってキュービーハウスを思い浮かべてください。皆さん、はいはいはい、キュービーハウスで1000円カットですよ、うん、ね、いろんな美容院ってメニューがあるじゃないですか、はいはいはい、ね、じゃあメニューが多いと少ないね、うん、じゃあ価格が高いと安い、うん、じゃあまずメニューが多い少ないどこ多いか少ないかっていう、まあ少ないかな。少ない方だよね、うん、少ない方にいるわけですね、うん、じゃあ高いか低い、価格が高いか低いかっていうと低い方や。ってことは少なくて低い、うん、ここにキュービーハウスあるよね。ありますね。他の美容院はここにあって、うん、ね、メニューが多くて高いっていうここにあるわけですよ、うん、って考えるとキュービーハウスはどっかで戦ってる、どこかと競合してる、してないわけですよ。こういうふうにポジショニングを取れば苦しい経営っていうのはしなくていいわけ。はいはい、分かります、うん、だから価格を上げるっていうのも一個のポジショニングだし、うん、ね、価格を下げるっていつも上げろ上げろって言ってるけど、下げるっていうのも競合がいないポジショニングになるわけですよ、うん、でじゃあキュービーハウスね、こういうふうにポジショニングを取れば、競合がいないっていうことなんだけども、はいはいはい、このポジショニングっていうのをまず次ポジショニングが取りましたって言っても、うん、しっかりそのポジショニングの市場の中で誰をターゲットにするかってことですよ。そうだな、次ターゲティングの話になる。あ、ターゲティング ね、ポジショニング分かったでしょ、うん、とにかくそのポジショニングマップで、例えばね、周りの居酒屋だったり、居酒屋やってたら居酒屋のそういうポジショニングを、例えばメニューの多さ低さ、うん、ドリンクの多さ低さとかね、いろんなもので区切ってって、自分が競合がいないところで戦う、はいはい、これがまずポジショニング、はい、でこれが決まったら次はターゲティングですよ。ターゲティング皆さんが起業する上でも一緒ですからね、考えることは、うん、ターゲティング考えていきましょうよね。じゃああなたが、じゃあうちの美容院あるじゃないですか、あなたこうやって切られる美容院ね、それあんたよ、毎回毎回この髪型自分でその恥ずかしい姿見せてあれよ、本当にずっと俺もう何十本も見せてんのよこれで。お母さんにマジ心配されたもん。あ、リカ子、みんな呼び捨てすんの。悪い悪い、リカ子さんね。あ、リカちゃんね、ゃん、はい、じゃあうちの美容院、はい、ね、何ですか、ターゲットは、うん、考えて。まあまあ、女性女性、若めのおしゃれ好きの、アホだよそれ、わかる？俺いろんな、いや本当そうや、俺いろんな企業コンサル入ってるんですよ。例えばね、こうやって、はい、名前は言っちゃいけないからあれだけど、この顔のね、銀色のコロコロするやつね、あれも全然最初売れてなかったんですよ、はいはい、で俺そこに行った時にターゲット誰ですかって言ったら、うん、女性で20代とか、うん、年齢とか性別でターゲットっていう、うん、何を言ってるのかもう全く理解できない。ダメなの？いや、ダメに決まってる。美容院もなんか女性とか20代とか言ってるけど、うん、マジでクソみたいな経営者それ。アホだよ。もうターゲット年齢とか性別とかもうなんか、もうね、ビジネスマンとしてありえないみたいな、うん、でターゲットっていうのはじゃあ例えばよ、はい、佐木くん、なんで美容院に行く？なんで美容院に行く？あなたたちね、髪切りに行く、うん、本当に？じゃあなんで花屋に行く？なんで花買いに行くの？あなた花買いに行きたいの？プレゼントするから。プレゼント、なんでプレゼント？まあ、ちょっと気になる子が喜ぶから、はい、そういうことだよね。じゃあもう一回聞くよ、はい、なんで美容院に行くの？まあモテたいからかな。モテたいとか、うん、ね、彼女を喜ばしたいとか、うん、女の子だったら彼氏を喜ばしたいとか、うん、じゃあ美容院の売り物って何ですかって考えてみ。あ、そっか、そういうことやね、うん、カフェも同じよ。なんでカフェに行くんですか？皆さん、なんでカフェに行くんですか、うん、コーヒー飲みに行くんですか？いや違うよね。なんでカフェに行く？まあ、ゆっくりしたいとかね。ゆっくりしたいとか仕事をしたいとか、そうだよね、うん、ってことはね、コーヒーをいくら美味しく作ろうったって、うん、別にそれをお客さんは求めてない、はい、お客さんが求めてるのは仕事に行くとか、うん、お客さんが求めてるのはゆったりしに行くってことを求めてるから、はい、でもいろんな美容院とかいろんなコーヒー屋とかいろんなエステサロンっていうのは技術ばっか、うん、ある？もっと髪を切るのをうまくしたいとか、もっと何、うん、コーヒーをうまくしたいとか、そういうものを求めてるんだけども、うん、お客さんの求めてる買ってるものって別にコーヒーじゃないの。なるほどね、時間だったりとか仕事をするスペース、環境であったりとか、うん、それが売り物、それを買ってるわけだ、うん、なのになんかいろんなビジネスマンはターゲットっていうのはさっき言った年齢とか性別とかで区切ってるでしょ、はい、だからこういう思考に結びつかない、うん、ターゲットっていうのは、美容院のターゲットっていうのは必ず彼女を喜ばせるっていうのは売り物、うん、彼女を喜ばせたい人がターゲットって考えたらちょっと違うよね。じゃあカフェのターゲットっていうのは何ですか？これも性別とかじゃなくて、うん、仕事をしに行く人がターゲットなんだよ、うん、もある、はいはいはい、コーヒーを飲みに行く人がターゲットじゃないんだよ、うん、仕事をしに行く人がターゲット、うん、別に年齢なんて関係ないじゃん。ターゲティングって全くもってビジネスをやる上で意味がない。
無駄なんだ。無駄ですよ、無駄ですよ、だってさ、おばあちゃんが来ました、子供が来ました、同じコーヒーを1000円で買ってくれました、うん、関係ある？まあ、関係ないよね、別に、ね、誰でもいいな、誰でもいいでしょ、それがターゲットなの、うん、なんでお前わざわざなんかおばあちゃん切るねみたいな、うん、そんなふざけんじゃないよって話でしょ、うんうん、おばあちゃんかわいそうでしょ、そんなそこまで言ってないけどまあ確かに誰でもいいよ本当に、そういうこと、うん、そういうことだから、じゃあキュービーハウスの売り物はっていうと、うん、髪を切ることですかって、いや違うよね、お金ない人や、お金ない人だったりとか、俺とかめっちゃ行くもん、え行くでしょ、うん、でも俺もキュービーハウス行くことあるの、あ、時間ないから、時間ないから、俺の買ってるものは何ですか、時間か、そうや、ね、キュービーハウスの売り物ってのは別に髪を切ることじゃない、安さとかじゃない、うん、時間なの、俺にとっては、はい、キュービーハウスにとってもそう、うん、だからそれがターゲット、うん、だから一旦じゃあ次ターゲット決まりましたと、うん、言ったら、じゃあターゲットが決まったらそれだけを改善すればいいんですよ、はいはいはい、それだけ、だから何を言いたいかって、さっきのカフェで言うと、うん、じゃあカフェのターゲットはっていうと仕事をしに行きたい、うん、じゃあ仕事をするっていうのが売り物であればそれを改善しないといけない、うん、コーヒーを改善するんじゃないよ、うん、それを改善しないといけない、じゃあ他にじゃあ例えばカップルで来る人とかね、うん、インスタ映えを求めて来る人はどうなんの、うん、そんなのほっとけばいいんですよ、はいはいはい、自分のターゲットはここなんだ、うん、自分の戦う市場ポジショニングはここなんだ、うん、ここだけを改善する、うん、じゃあお客さん減っちゃうじゃんと思うかもしれない、でも違うよね、他のカフェで仕事をしに行ってそこに不満がある人いっぱいいるんだよね、うん、そういう人はどこに来る、ここに来るじゃん、そっか、だからお客様ターゲットを絞ってそれだけを改善していくと確かにいらない人たちは減ってくの、うん、減ってくんだけどもその分それを求めてる人たちが増えるわけ、タバコの禁煙喫煙も全く一緒、はいはい、ね、禁煙スペース禁煙の居酒屋がいいって言って、うん、ね、じゃあここが、禁煙の居酒屋がいいってこの居酒屋禁煙になりました、うん、じゃあ喫煙今までね喫煙タバコを吸うために来てた人はいなくなっちゃうね、うん、でもその代わりタバコ吸わない人たちはまた来るわけ、そうだな、だからターゲットを絞るっていうのは実はお客様増えるってことだ、絞って減るわけじゃない、まあね、これがターゲティングです、はいはいはい、ここまでわかる、わかりました、じゃあ今ポジショニングとターゲティング分かりました、うん、最後何ですか、パーシステント、これは分からん、パーシステント、これはもう簡単に言っちゃうとファンをつけるってこと、ファンね、ファン、だから、はいはい、継続的に購入を促すってことなんですけども、うん、結局じゃあ皆さんね、例えば佐木君、はい、毎回ビールを飲みとけ、あなたねビール好きでしょ、ビール大好きです、何を飲む、朝日さん、ああダメだねスポンサーがいるねダメだまあいいわ、ごめんなさい、ビール、まあいいが、ビール大好き、ね、A から始まるブランドを飲むよね、はいはい、で次の日コンビニ行ったらまた同じの買うよね、まあまあ基本的には皆さんもそうだと思います、あなたシャンプー何使ってるか、うん、え、なんで笑ってないのじゃあリンク、あなたシャンプー何使ってる、 H&S、 いつも毎回うぜえなちょっとこれちょっとなんか話がずっとやってるでしょ、話が本当に、ああもうここカットしたいくよ、はい、じゃああなたシャンプーね、シャンプー何使って、絵本見せてやるよ、いや今のなんかカットできねえじゃんカットしたの分かる、今カットね、はい、じゃあ待てつなげないと OK、 はい、じゃああなた使えばいいか、別に使えねえっていいよ、行っちゃえよ使えねえって、はい、あなたシャンプー何使ってる、ダウじゃあもうダメや、俺言ったやちゃんと悪い予想外もあるもんですね本当あなたらね分かんないってなんやな、本当分かんないはやばいよ、分かんないやばいよな、一番やばいやばいよ、なんかヘドロでも塗ってんのかダウ、ダウ、はい、3、2、じゃああなたシャンプー何使ってる、シャンプーをダウです、ダウでしょ何俺ダウで笑い取りたくないねん、何あれ一回積もるとダメなんだ、ちょっとお手本ですから、悪い悪い何やねん、ダウでこんなウケんのちょっと やだわ、だ結局は自分の中の定番っていうのは誰もがあるわけですよ、確かにあります、ね、うん、だからあなたが自動販売機で多いお茶買うよね、うん、多いお茶買って、じゃあ次の日もなぜか知らないけど変な多いお茶以外のお茶があっても多いお茶買うんだよ、うん、人っていうのは何かしら自分の中に定番があるわけです、うん、ありますね、ってことはね、この自分の中の定番に、お客様の定番になる、まあイコールファンになる、はいはい、ファンにならせるってことね、うん、これが一番重要なことだね、うん、でファンになるにはもちろん明確なポジショニングっていうのが大事なわけ、うん、俺だったら時間かかるキュービーハウスに行くことがある、うん、ポジショニングがしっかりしてる、はい、これは自分の中の定番になったわけ、うん、でそういうことをやってる、例えば仕事をしやすさっていうのを特化してるから自分の中の定番になるわけ、はいはいはい、だから
結局ポジショニングとかターゲティングっていうのは別に低価格を求めてない、うん、高価格を求めてる人だっているわけよ。だからそれはそれでいいわけ、別にね、それはもう役割分担だから、うん、だからそこでなんか争ってないよね、うん、まあ、あれ人がいないところで戦う、はい、だから負けないっていう話だね、うん、だって敵がいないところで戦ったら勝てるじゃん、うん、100% 敵がいない、簡単だな、うん、そう。だからこのパーシステントっていうのはポジショニングがあってターゲティングをしっかりしてれば自然とパーシステント、あの定番、自分の中の定番に なってくれるわけです。なるほど。お客様って僕はここ、こんな気をつけなくていいんだ、別に勝手になる、そう勝手になるんだけれども、ね、うん、まあ、これをよりやりやすい施策っていうのは例えばあの病院のおむつだったりとかっていうのはあるよ、うんうん、例えばまずはトライアルさせてあげるっていうのは重要だよね、うん、例えばね、あの赤ちゃん生まれた、うん、あの病院ってあのユニチャームとかが無料でおむつ配布するね、はいはいはい、そうするとお母さんたちがさ、あのそのユニチャームのおむつをね新生児に使うわけですよ、うん、でじゃあ病院から退院してもそのままユニチャームを使うわけですよ、うん、っていうような細かい施策っていうのはあるよね。だ例えば美容院だったらシャンプーあげりゃいいね、うん、自社ブランドのシャンプーあげちゃえ、ね、確かに最初に、ね、エステサロンだったらなんか何かしらのねドロパックとか前あのクレイっていうスパを受けた時にそのドロパック1週間やってくださいって言って、そうで亡くなった頃にまた呼んじゃうの、あれ。なるほどね。そう、そういった、はいはいはい、あのパーシステントっていう施策はできるよね、うん、当たり前にね。確かに。だからそういった施策とあとはポジショニングとターゲティング、これだけしっかりやっとけば絶対に負けない経営っていうのができるわ、できちゃうわ、できちゃうわけよ、はい、これを分からずに、うん、ごめんねツバトンだね、うん、大丈夫大丈夫、いつものこれ、はい、これを分からずにずっと経営をやってて、うん、ああうちは価格競争が厳しい、当たり前、ポジショニングで戦い敵がいるんだもんね、うんうん、それは価格競争になりますよね、はいはい、そういう風にやってる、ポジショニングを取ってないとか、うん、あとはターゲティングが性別とかで意味の分かんない、なんか言いたがんね、うん、ターゲティングなのがアホな経営者ってのは、カッコつけてターゲティング、そうカッコつけてね、こうやってネクタイ締めたねサラリーマンがね、うちのターゲティングは所得、高級所得者とですよ、誰なんそれ毎回、よくいるの、会ったことない、そう、そういう二流の経営者、三流の経営者にならないためにこういう動画を見るわけですから、うん、学べると思ったら当たり前にね、何をやっていただかないといけない、さっきくん、コメントとコメントといいねです、畑のおばちゃんのキャベツの話、もう一回する、何回もやってるからしないよなとにかくですよ皆さん、コメントといいね、もし学べると思ったらこれ他に言える人いる、こんだけ簡潔に、いやまあまあいないでしょ、珍しいですね、まあ、もし分かんないならカンちゃんのねタグ付けしなさいよ、え全然反応ないけどしないのかな、はいはいはい、まあ今日も学べるね、いやこっからマジで毎回長いどう取れたか、十分でしょ、10分ぐらい経った、おーいいね、では今日もはい学べると思った方はぜひコメントといいねくれれば、返信をするかもしれないよと、でもしっかりコメント見てるんでしょ、いや見てるけどやっぱ返信はやっぱした方がいい、いやしなさいよ、じゃあ自分で、はい、するってもう終わった、はい、じゃあ自分勝手やろ、コメントを返信するから、はい、ぜひ待ってますので、ね、はい、コメントでね、じゃあ締めていきましょう、はい、3、2、カメラどっち、あっちだって、はい、3、2、1、せーの、ありがとうございます。Hey guys, what's up? My name is Sam. Thank you so much for watching this video. If you like this video, please hit the like button and leave us a comment down below. And if you want to enroll in the MUP College, simply hit the subscribe button and click the bell to be notified whenever we upload a new video. And if you want to learn more about the MUP College, simply follow Takehana's Instagram where he posts daily updates. All right, see you in the next one. Bye bye.